許容可能ってエイブラハム出てくるんだけど、許容可能とかも最初意味が分かんなかったもん。私も許容可能っていうのは抵抗、その手放すこと、無限の宇宙の創造のもうエネルギーの塊なんですよ、我々一人一人が。でそれがもう流れてる、そのエネルギー体なんだけど、それをブロックすることができるわけ、自分で。自分でブロックできるから自分で解除もできるので、そのブロックを取ることを許容するってこと。宇宙エネルギーを使うとかっていう概念ちょっとここではやめてください。宇宙エネルギーを使うんじゃなくて、宇宙エネルギーなんですよ、私がそもそも論。なんか上の方に取りに行って宇宙エネルギー使わせてもらうとか、ちょっとそういう発想はここの中ではやめてください。これも前提が全然違ってくるの。なんか自分が何もなくて宇宙エネルギーっていうなんかこう大きな壮大なエネルギーを使うってやると、わかります？自分がないっていう前提じゃん。でも逆なんよね、自分が宇宙エネルギーでそれを使えなくしてるの自分だから、その邪魔してるものを取っていこうっていう、それはあるが前提なので、邪魔を取り除いて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 、それをやっていったら出てくるのは自分自身っていう宇宙エネルギーが出てくる。でも宇宙エネルギーを使うっていう、あの取り付けるっていう感じにすると、いつも自分がなくてそれを使ってるっていう、ないから付け加えっていう。だから全部これで考えてもらうとめっちゃいいよ。あの何か欲しいって思うじゃん、それ何かがないから欲しいって思うものがあるじゃん。例えば才能とか、才能がないからその才能をが欲しいから、行動でリカバーしてその欲しいものを取りに行くっていうのだと、ないが前提でしょ。そうじゃなくて、才能っていうのはもともとあると、あるわけよ。で邪魔してその才能が出てないわけよ、自分で邪魔してるから、その邪魔を取り除く。これあるの意味分かってきますよね。全部あるってよく聞くじゃん、こういうことなんですよ、これ。だからお金とかも、お金って物質自体は確かにないかもしれないよ。でもそのお金がまとうその豊かさのエネルギー自体はもう持っとんねん、自分が、あるんですよ。でその豊かさのエネルギーのこうブロック、邪魔をしているのは自分でしてるわけね。だからそのお金っていう豊かさのエネルギー自体もベローンして向い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 てあれしてたら、あるんですよ、出てくる。いや作曲もできるんですよ、作曲ができるっていうものを持って、なそのね、物質的に考えないでしょ、エネルギーが流れてるの。作曲できるエネルギーが流れてるわけ、お金があるエネルギーが流れてるわけ、全部流れてるの。料理ができるエネルギーとか、英語ができるエネルギーとか、それがなんで今できてないかっていうと、そのエネルギーが前に出ることを自分でブロックしている。もともとあるんですよ、その全才能たちが。だって宇宙の創造のエネルギーですよ、よく考えて。宇宙の創造のエネルギーがね、作曲できませんとかならないっしょ、絶対。だって全部作れるんですから。そう、できるエネルギーを自分でブロックしてるだけなんですよ。なぜ抵抗するの？だからで、そのメカニズムを喋ってるんですよ、私は。じゃあその抵抗というブロックはどこから生まれてるのって言ったら、エゴキンマンのせいだから、あなたが、自分自身ができないって思い込んでるだけですよっていう。そんで、じゃあエゴキンマン自体はどうやって自分で大切に育て上げたのかっていうと、自分の小さい頃の大事な人たちの結構声を聞いて、あ、そうなんだ、人間ってそうなんだ、地球ってそうなんだ、みんなってそうなんだ、社会ってそうなんだっていう意見で、大事に大事にたまごっちみたいにエゴキンマンを育ててる、それ自体が、ブロック、抵抗になってる。でもともとそのじゃあエゴキンマンっていうのは
悪い存在なんですかって言ったらそうではなくて、エゴっていうものは本来自分のアイデンティティ、好きとか嫌いとかこうしたいとかっていう好みをはっきりさせるための役割を地球で担ってるから、変容させていきましょうと、本来の役割に戻してあげようねっていう、ミセスエゴっていう呼び方をしてるけど何でもいいけど、あのエゴが本来の役割に戻ってくれると、うん、例えば今私だったら瞑想が好き、歌とかファッションとか化粧品とかさ、好きなものをこの色濃くしてくれてるのはミセスエゴのおかげなんですよね。で、じゃあミセスエゴがこうこっち側にはないけど、まあ一応例え話としてね、ミセスエゴがいなかったらね、本当だったら何も多分しなくなるんですよ、みんなワンネスみたいになっちゃうから、何々しようとか何々したいとかっていう個性みたいなのもなくなるわけですよね。多分それこそみんなでベローンってしてるだけだと思う。でもじゃあ分かりにくいから、それとはまた逆のパターンね、宇宙の創造のエネルギーが流れちゃってるわけで、ミセスエゴがいなかったら私数学者になったり、何作曲して、あと船作ったり、あと橋の建築したりとかさ、分かります？もう自分じゃないものまで何でもできちゃうからさ、宇宙の創造のエネルギーは全部やりだすやん、物質世界のもの。そんなやらんでいいやろ、全部。宇宙の創造のエネルギーをよく考えてください。宇宙を創造したエネルギーですから、宇宙創造できるわけだから、物質世界の何から何まで全部創造はできるので、それが自分にも流れて、じゃあ抵抗なくしたら、ミセスエゴが、いなかったバージョンね、全部できちゃうわけよ、全部。別に椅子作りたい人がいたらすいませんね、私別に椅子とか作りたくないわけ。でも椅子とかも作れちゃうわけよ、宇宙の創造のエネルギーだから。でもその自分の今回やりたいことを色濃くするためにミセスエゴっていう補助役みたいなのがいてくれるから、自分の心を動かして羅針盤を指してくれて、あ、これに興味があって、これに興味がない、これに興味があって、これに興味がないってやってくれるから、ミセスエゴが。だからその人その人で唯一無二のオリジナリティが出てくるね。私はソースにとって個性が嬉しい、 KK さんの質問。私的解釈はソースにとってはそれが一番興味深いっていう好奇心で見てる気がする。だって全てなるものって全てなるものでしかないから、わざわざだから枝分かれして興味深さしかないよね、多分。そう、ミセスエゴがオンリーワンを作ってくれるんですよ。上手くなって評価されることを願ってもいいのか、もうこれも復習ですよ。何願ってもいいから、承認欲求でも何でもいいから、もう願ってください、望んでください、たくさん望んでください。成功してる人はエゴキンマンいないんだよね。いや、いないとは言い切れないですよ。いや、何かは持ってますよ。でもなくさなくていいんだけど、別にエゴキンマン自体を。だって新しいことやるときには絶対出てくるもん、怖いとか言って感情は、人間絶対ね。だけどミセスエゴが大きく鎮座してる状態にしたらさ、エゴキンマンが多少発動しても何も別に大丈夫な状態じゃん。全部この方程式に当てはめてちょっと考えてくださいね。あるが前提です。ある、もともとそれみたいな、もともとそれで邪魔してるからそうじゃなくなってるだけ。そう、本当の自分を思い出すっていう言葉はここから来てると思います。そう、そもそもパーフェクトってそれも聞くじゃん、そもそも完璧な存在なんだよみたいなのよく聞くけどさ、私もはみたいな思ってたけど、こういうことなんですよ。いや、そらそうなのよ、そもそも論もパーフェクトなわけ。邪魔をやめる、
聞くねんけどよくわからんかった。わかります、私も意味不明だったから。何があるんだよみたいな、ないよって思ってたもん。捉え方がそもそも違ったね。じゃあその完璧になるために、あ、じゃあ完璧さを思い出すために、じゃあ神をであることを思い出すために、じゃあその幸せであることを思い出すためにSNS やったり、なんかインフルエンサーならなきゃいけないとか、今の時代だと、なんかしなくていいわけですよ。第一段階それは必要なくて、第一段階はまずベローンなんですよ。ベローンしてからのインスピレーションで、あ、これ行動してみようって思う行為が自分にとってのこの物質世界ですごく楽しみながらそっちに向かうっていう手順ですね、手引きですね。そう、邪魔してるがゆえに自分がそうじゃないとかないと思い込んでいるから外に探しに全部行く。それだといつまでたっても見つけてはまた新しいのを見つけて、また新しいのを見つけて、とっかえひっかえ、とっかえひっかえ、付け加えの作業でしょこれ。ノーノーノーです、そもそも論それだから。じゃあ感謝だけにフォーカスして、説明するならば、感謝が湧き出る、感謝が要は湧き出てない、湧き出ない状態になってるっていう、結構一番は望み自体を自分でダメってしてる場合、感謝が出づらい。承認欲求ダメだからその願いダメとか、結婚してるから誰々さん好きになっちゃダメとか、自分の中から湧き出る望み、それを行動起こせって言ってるわけじゃないじゃん。頭の中で望むことニヤニヤしてよだれ垂らそうよっていうことすら自分で許可してない。望むのただやん、誰も NG 出さんやん、頭の中で別に見えてないんやから、他人から。でそれをどん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 、自分の中で許容して、もうそれこそ承認ハンコ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  OK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  ってやっていくと、感謝っていうものが思い出しやすくなる。だから望むっていうことをソースは仕掛けてるわけですよ。ソースが仕掛けてるんですよ、望むことを。だって望むことで宇宙がその瞬間拡大するっていう仕組みだから、だからソースの仕掛け、望みってだからすごいことなんですよ。宇宙を反映させるスイッチなんですよね。だからその望みっていうパワー、望むっていうこと自体のパワーで、感謝のエネルギーが一番強いって言うじゃない。私はだからこことここが連動している気がしてるんですよ。望むっていうパワーはソースが仕掛けてる宇宙の拡大のスイッチを押すすごいパワーなのね、望むっていうパワー。だからそれを、自分の中で制限かけて頭の中でダメってしてしまうイコール望むパワーと同じぐらい、この世界で一番強烈だって言われてる感謝のエネルギー自体もせき止めるって、望むと感謝がなんかセットアップになってる気がしてる。罪悪感が望むことを邪魔する、ソースは全て許してくれてる。許す許さないとかも本当になくて、全部作り上げてるのがソースなんですよね。その望みすら沸かせているのもソースなわけだから、そう、邪魔っていうこの仕組み作ったのももちろんソースですよ。なんでこんな仕組み作ったの、ソース、おもろいやんドラクエやっててね、スライムとかラスボス出てこなくて街歩いてるだけやったら楽しくなくない？やっぱそのダンジョンをクリアしていくっていうさ、あれがあるから。でもそれって敵がいてあってのおかげじゃない、そういうのできるの。それが自分の中ではエゴキンマンとか自分で自分を邪魔してるっていうこの作業があるからダンジョンクリアしていくさ。スライムとかラスボスとかいなかったらドラクエに、街ただ歩いてるだけだよ。
しかもさ、ドラクエってさ、あれやん、あの攻略本があるじゃん。なんかここのダンジョンではこういうのありますよとか、それが面白くない？今その私はドラクエの攻略本を仕上げてる作業です。この5年前からやってる内容って。